2019年に竣工した新病棟秋田県立循環器脳脊髄センターは秋田県秋田市泉州久保田町にある病院及び医学研究所である救急国事病院2019年3月までの救命賞は秋田県立脳血管研究センター秋田県民の脳卒中撲滅への切実な願いを踏まえて1968年12月19日に 研究所が解消し、翌春に外来及び入院診療を開始した。次来、機能の充実に努め、診療部門と研究部門を有し、研究部門では、脳神経疾患、循環器疾患の臨床研究、基礎研究を行っている。2009年4月1日から、秋田県立リハビリテーション、精神医療センターとともに、新たに発足した地方独立行政法人秋田。 県立病院機構による海へに移行した。従来は診療科目に対応した研究組織であったが、2014年4月からは、その枠を外し課題解決型の組織横断的研究部がいくつか立ち上がった。診療部門では、脳卒中を中心とした脳神経疾患と、心筋梗塞不整脈などの循環器疾患の救急患者、入院患者、 外来,来患者を多く受け入れている。同年7月には、脊髄、脊椎外科を開設。さらに、翌年4月1日には循環器分野を拡充し、心臓血管外科も開設した。県の総人口は、減少をたどっている一方で、高齢化率は、日本一である。これに対応するため、予防医学にも力を入れ、県民への啓発活動。 県内かかりつけ医との共同研究による危険因子を持つ患者の脳卒中発症予防、発砲町の検診で希望者に心電図検査を提供し予防効果を検討する共同研究や日本脳卒中協会との共済活動などを進めている。また、こうした施策に先立って3次救急医療機関として全県から迅速に患者を受け入れるため2012年3月、 ドクターヘリ着陸用のヘリポートを屋上に新設した。阪神淡路大震災へ医療チームを派遣したことに始まり、災害医療も行い、新潟県中越地震、岩手、宮城内陸地震、東日本大震災等に d マットを派遣した。2019年3月1日、県病院機構が循環器部門を強化し、脳血管疾患との包括的医療体制を 構築することを狙い、建設した新、西島の運用開始に合わせ、名称を県立脳血管研究センターから、県立循環器、脳脊髄センターに変更した。AB、平成27年度病院名簿。秋田県。2015年8月15日閲覧。県立循環器、脳脊髄センター。新棟で診療スタート。秋田伊佐夫新報。 h t t p s コロンスラッシュスラッシュ www. 先駆け j p スラッシュニューススラッシュアーティクルスラッシュ201903028003スラッシュ2019年3月4日閲覧。農研センターの総事業費132億円。秋田。毎日新聞。 https://mainichi.jp/articles/20170126/ddl/k05/010/12100042018 年10月14日閲覧。ありがとうございます。